はい、どめさん、こんにちは。すみません。前の動画がちょっとね、時間が多すぎたのがね、ちょっとカチャンで切れちゃいましたんで、ちょっとね、まあ、すげータイミングが悪いところがね、続きになりますが、前の動画ね、CH 活用のところで終わりましたね。まあ、CH 活用のところが続きたいと思います。で、一応、9761が、3000の N 型と。で、まあ、一応、俺、つい最近、先月か。まあ、トレッサから、ペン買いに来てなと思って、マルチコピックのペン。で、あれ、横浜の高島屋の地下1階かな ?2 階かな店があったんで行ったんですけど、その時に俺一回ね、JR で行ったし、CH カツの解説が近くのおばさんで、まあ、CH カツ行ったんですよ。で、その時に撮影した時に 3000R 型と S 型が、フルカラーの LED 車がいたんですよ、徐々に。A 型と N 型に関しては俺見なかったんですけど、まあ、そういうところで行くと製品番号が空いてますんで、まあ、A の95。そうですね、9765で、3000型で 3000R のフルカラー。で、9766で3000の 3000S 型の6両。まあ、100% 出るってわけじゃないですけど、まあ、出かねない可能性もあるかなと思ってね。まあ、ただ CH 化ですがそこまで人気の路線かっつったら、まあ、多分そうでもないと思うんですけど。うん、そうですね。多分そこまで致命的でもない。あ、致命というか、まあ、有名でもないですからね。まあ、運賃が高いっていうのが有名だし、あとあれか、あざみ野から先なんか延伸計画出てんだっけ?新売りが丘だかなんだっけどっちだっけ登りだか新売りが丘忘れたんですけど、確か川崎市の方で延伸計画あったはずなんで、まあその辺がどうなってくるかって感じですかね。まあでも、多分そう簡単じゃないですかね。ただ一応スパン的には一応、発売がちょっとこれ遅れちゃったのがあったんですけど、まあ3年ぐらいで発売されてますんで、まあ一応2021年の7月か。まあ2年後っすね。まあそれぐらいには出てほしいかなっていう気はしなくないですけど、俺結構 CH が好きなんですよね。まあ、あと、まあ、グリーンラインがでも、グリーンライン俺嫌いなんだよな。グリーンラインってどこだっけ?中山から日吉だっけ?俺、グリーンラインはね、開業しても多分だいぶ経ってるんですけど、乗ったことないんですよ。ものすごいことに。まあ、CH カードでも、まあ、横浜から新横浜とか、まあ、使えなくはないんで使うんですけど、別に中山からわざわざ日吉に行くってことしねえし、そもそも中山に行く用事もねえし、まあ、あれか、中山だとしたらあれか、鴨居にララポートがあるぐらいか。ただ個人的に鴨居には近づきたくないっていう、ちょっと過去のあれがございますんでね。あんまりちょっとあれなんですけど、あんまり動画であんまり近づけないっていうの、まあになるのであんまり言えないですけど。まあ、鴨居もとかだいぶ行ってねえからな。横浜に撮影するんだね。鴨居が一番いいですよね。ただ鴨居はちょっと行きたくねえな。何年前だっけ?もう6年か7年ぐらい前か。もうだいぶ前の話なんですけど。まあ、それぐらいかな、CH カツだと。で、あと、マイクレスだと、東武っすね。東武の2万型だと、7900か。7970で過去に出てますね。一番下の方。これですね。7970で、2015年の5月、8両セットと。で、2050型が、2018年3月に3万5000と。で、2070が7970と同時期に、2015年3月に発売されますね。まあ、そうなってくると、ちょうどここ、型番が、3,4,5,6,7,8,9 と7本空いてますんで、まあ一応製品番号と A の7973か。A の7973から、7976番までか。ここの4つでは、東部2万400型。出ることは可能っちゃ可能そうっすね。多分。まあただ、京急の2000型のリバイバルみたいに、たまたま1個だけ変なとこに飛んでくるっていう前例もあるんですよ。確かね、京急の2000型って、旧製品の2扉から何から何まで全部連番だったはずなんですよ。違ったっけな。京急ってどこだっけ?これが京成か。これ東急でしょ?これ北総、京急、あれこれ東急だ。あれ京急どこだっけ?京急2000型、23か。2300番で確か入ってたはずなんですよ、昔。俺が持ってるのはね、78と79になってますね。あ、ここが。そうですね、確かに78、79で76、77。3と4と5が空いてんのか。まあ、それは今更いいや。もう2000型も引退しちゃったし。今更多分あれはもう出ねえだろ。って感じですかね。まあ、それぐらいかな。で、東部の2400型やった。で、CH 化鉄も全部やった。北総やった。次あれですね。東京メトロの7000系ですね。俺が持ってるメトロの7000系何本だっけ8両セット、8両セット。あれねえぞ。こっちかな。東京メトロ7000系。これか。あ、違えねえぞ。あれ?あったあったあった。3591っすね。よいしょ。
3591、3591、ここか。よっ、惜しい、もうちょっとしたか。あ、ここっすね。半蔵門線たち一緒にいたのか。ああ、そうだ、この時の東京メトロってな、製品番号クソ飛んでんだよな。末尾合わせて3141みたいな。確か、06系、07系あたりがそういう発売されたんですよね。ちなみに一応、副都心線だけで見るとここっすね。7000系と。で、その他半蔵門線のリニューアルされたやつがこちら。あ、嘘だ、ごめんなさい。あ、こっちっすね。81、82と。結局、空いてる欠番のところにぶち込んだ感じなんで、80は空いちゃってんのか。なぜか。そうなると、空いてる欠番に入れるとしたら、そうっすね。5、6、7、8か。一応、基本増結に分かれて2セット分空いてますね。型番が。そうなったら、英断8000系の、普通に、登場時代の半蔵門線っていうのないですね。英断8000系、東西線っていう仕様が。その辺、あ、当然じゃない、半蔵門線仕様か。それが出てもいいのか。そうなると製品番号的に濃厚なのが、A の359293ですかね。7000系の6期4増。どうなんですかね。まあ、副都心線に関しては発売されてるのが2012年なんで、ちょうど2012年はこの時期一緒に出たやつがねえのか。まあ、そうなると、半蔵門じゃねえ、普通に今更リニューアルされてっていうの、まあ、ありっちゃありかもしれないですけど、ギリギリっちゃギリギリっすかね。まあ、半蔵門線で見ると一応2010年に更新車が出てから、まあ、東西線が4年かかって、でそこから5年かかって、今回の更新車の、改良品なんで、まあ、確かにトータルで見るとこちらも9年かかってるのか。初期の出たやつからでいくと。そう考えると、まあ確かに副都心線7年で出る分にはまだ可愛い方かなっていう気がしますね。まあそれぐらいかな。そして、あと残ったのが京王か。京王に関しては俺持ってるな。京王の7000系どこだっけ？あ、これだ。製品番号が、3758か。58と62ってなってるわ。あ、37だからここじゃん。37、あ、ここっすね。3758、あ、これっすね。3758の8期で2両セットのここ。これが一応、去年の12月と。出てますね。まあ、型番的には901、3セット空いてんのか。なんでこれくっつけなかったんだろう。すっげえ面白いな。まあ、一応、K1 の7000系で見ると、一番最初に出たのが2009年か。2009年、あ、じゃあねえ、2009年か。2009年の9月にスカートなしの6両と増結の4両。まあ多分これ両方ともモーターありって感じだと思うんですけど。まあスカートなし6両、スカート付きの4両と。で、それと同時期に出たのがシングランパンタの6期4増。これ多分貫通編セットですね。で、2017年に9塗装の6期4増。これもおそらく貫通編成ですかね。で、俺が買った2018年12月が一応8期2増で、まあ基本セット、まあ、あれか、8両プラス2両セット。まあ8両に関しては、大体日中の各駅停車で2両セットに関しては、まあ、地上線内の、9000系とかと一緒に連結し出してるって感じになるのかな。7000型同士の8両基本と2両増結の連結するの、あんまり動画で調べたら出てこなかったんですよね。まあ、そんな感じなんですけど。まあ、一応、京王の7000系、結番で言うとちょうどここっすね。まあ、6の89、68、69か。まあ、悪くないっすね。一応、68、69で打つとしたら、A の3768と69か。そうですね。まあ、打つとしたら、KO7000 系新塗装の、どうなってんだろうな。ロッキー音量だろ、ちょっと待って、KO の編成ってどうなってんだっけ。あんまり私鉄の編成って俺、ほんと強くないんで申し訳ないんですけど。ちょっとこれ見てみるか、古いやつ。これが古い、6両セットと4両セットですね。こっちは、そうですね、おそらく貫通編成でいいのかな。若葉台高畑不動建築の7000型。これか。72、24。あ、そうですね。これ、おそらく、左から、クハ、デハ、デハ、サハが入って、デハ、デハ、サハの、サハがいて、デハ、デハ、クハか。そうなると、あ、そうなんだ。へぇ、京王電鉄って、あれ？なんかおかしいな。俺が今見てる編成表だと、ここの M2、パンタグラフ付きになってるんですけど、なってないですね、当時は。
ちょっとわかんないんで申し訳ないですけど。一応、今現在の7024のこちらだと、7074っていうのがありますね。製品ば、あの、車両番号でいくと。そうですね。大体あるか、KO ってパンタグラフ付きが出は。パンタグラフないやつが全部左派なんだ。へぇ、初めて知った。本当に初めて知った。そうか、これは一応全部貫通編成ですね。そうなると、分割編成っていうの確かに一応ありますね。6両編成が3本、プラス2本。そうっすね。一応ありますね。6連が3本と2本。で、4連が2本。あ、違う。6連が3本、2本、2本あるのか。製品番、編成番号で1から3と4、5、8、9か。で、付属編成の4両セットが1から、7までか。で、1番と2番に関してはワンマン対応ってことなんで、これ、たぶんあれか、なんだっけな。動物、なんだっけ。慶応って確か動物公園とかなかったっけ。多摩動物公園だっけ。あれ違ったっけ。しかなんか1本か2本ぐらいラッピングされてるやつあると思うんですけど。で、ちなみに7421と22、こちらもワンマン対応ってことは、これあれか。日中の、競馬会整備じゃない府中競馬戦かな。多分わかんないんで申し訳ないですけど。ちなみに前回製品化された2両って何番だっけ。前回製品化された2両セット7422になってますんで、一応ワンマン対応の編成にはなってんだ。まあ、そうなると、まあ、空いてる製品番号を使うとしたら、やっぱりそうですね。まあ、68と69に KO7000 の、そうですね、7700型って記載した方がいいのかな、一応は。あ、どうなんだろうね。どうなんでしょうね。でもいいが、一応案内書はまあ6両セットか。新塗装の6両セットの新パと、で、こちらも新塗装の4両セットの新パって扱いでいいのか。まあ、多分そういう感じになるんですかね。一応昔のやつでいくと、スカートなしの6両で4両セットってなってますんでね。まあ、そうなると型番的には3と4っていう可能性もあるけど、まあ、新塗装でくっつけるとしたら、どうなんのかな？こっちになんのかな？でもそうですね。もしかすると9と0っていう可能性もあるのか。そうですね。もしかすると製品番号が3759と、3760か。で、ああ、でもそうか、そうなると結論的に合わねえんだよな。3、4、5、6、7。だからここが中途半端なんだよ。こっちが上が5本で下が3本なんで、なんか中途半端な製品化しちゃかったな。なんか俺も分かんなくなってきた。どうなんだろう。あ、でも、ああ、でもそっか、そうなるとこっちの方が面白いのか。ちょっと待って、一応書き直すと、3753番で、7000の、新の、新パの6両が出て、3754で、7000の、新型の、新パの4両が出て、3755で、55で、そうなると、55あたりで7000型のワンマン対応の車両のどっちかが出そうですね。まあ、あくまでこれ完全に俺の予感なんですけど。で、残った3756で、一応ワンマンの2両か。で、一応7000の、22に関しては、前回の8両基本とこちらですね。これで出た時の製品番号は7422がプロトタイプっぽいんで、そうなると、まあ、7021か。7421か。まあ、俺の勘的には4本は出そうっすね。あと最悪、最悪でもないか。3700の57。まあ一応これが1本空いてますんで、まあ5本目製品化するとしたら、多摩動物公園のラッピング電車とか。確か慶応の7000のラッピング電車ってあった気がするんだよな。俺あんまりそれこそ慶応も乗ったことはあるんですけど、もうここ数年乗ってないんで3年ぐらいは。慶応で7000で、動物公園ってあったら出てくるな。確かね、なんかラッピング電車があった気がするんだよな。あくまでもこれ俺の勘なんで申し訳ないですけど。京王7000で、動物公園。あ、動物沿線って言うんだ、あれ正しくは。あ、そうですね、ラッピング電車確かにありますね。ワンマン対応の7801が、元の塗装になんか可愛いラッピングか。
で、もう一個の7801の塗装が、なんか、こっちがあれがピンクに化けたのか。遊びの森なんとかっていうピンクの柄に化けてますね。そう考えるとあれか。なんか面白くなりそうですね。ワンマン対応のノーマル柄が出て、ラッピング1、2みたいな感じで。そうなるとちょっとこのマイクレースのこの結末面白くなりそうだな。まあ、今後の発展に乞うご期待って感じなんですけど。そうですね。これちょっと面白くなりそうですね。このやたらと開いた結末ばっかが。まあでもこの辺に関してはちょっと、まあでも出るとしたら一応ちょっとね、これちょっと、なんかいろいろ製品番号書いて分かりにくくなったから一旦これ破ったとして。もし出るとしたら、待って。出るとしたら、7000の新塗装の新パの6両セットで4両でしょ？で、あとはワンマン対応の、4両のノーマルに、ラッピングが1と2と。で、2両セットのワンマンが1本か。1、2、3、4、5、6本か。6本は出せれるのか。俺の発想でごめんなさいなんですけど。そうなると、これちょうど使えるな。6本だと、901と345。ここ使えますね。あ、そうなると本当に面白そうだな。ちょっと待って。A の3759、3760で、待って、新塗装の6両を、新塗装の4両でしょ？で、61でワンマンの2両か。そうですね。一応これでワンマンの2両出して、で、残った63で、3764、3765。ワンマンの4両の、ノーマル出して、多分ノーマルってこれから7802なのかな？一応7802にしといて、で、一応ワンマンの、同じくワンマンの7801の、ラッピングなんだっけ？1個が、なんだこれ？いまいち俺分かってないですけど。これがなんだろうな。これ5年前か。1本が遊びの森か。1個は7801の遊びの森で、もう一個が、これが、これが普通にただのあれですね、動物公園みたいな柄のラッピングか。ちょっと俺もめっちゃわかんない。普通にラッピングって書いてくるこれ。ちょっと概要欄の方にはわかりやすく書いておきますね。ちょっとごめんなさいね。俺ちょっと字が汚いし、競馬のマークシートの余ってる使って、ちょっとこういう書き方になっちゃってるんですよね。すっげえだから見にくいですよ、俺自身も。まあ一応今現在、競馬の7000の、まあ、型枠的流用では、一応4セットは作れそうなんで、まあそういう感じにはなりそうですね。なんかマイクレースだけでまさかこんなに尺かかると思わなかった。まあ一応おそらくマイクレースだとこれぐらいが濃厚かなっていう気がしますね。いらないやつ全部捨てちゃう。で、次が、これでやっとマイクレース全部終わりですね。一応これで今までの去年の、マイクレースの俺の案内は終わりなので、こっからがね、今年 以降のマイクレースの案内になりそうですね。ではまず行きましょうかね。ちょっと製品番号わかんないんで、これちょっと調べつついきましょうかね。っていうのはスマホの充電がやっぱり俺9%しかないんだけど。やっぱこれ絶対落ちるやつじゃん。模型サーチ、模型サーチ、ホビーサーチ。あ、これだ。ちょっと待って、これ一応調べながら同時進行でごめんなさいね。形勢の、3050。どっかにあれかな、普通のフォーメーション用じゃないマークシート余ってねえかな、うち。意外といろんなことにメモ紙でマークシート使っちゃってるのあんまりないんですよね。ちょっと待って、どっか探そうかな。ちょっとこれ普通のやつだと見にくいんだよね。ダメだ、全然ねえ。今書いてたやつこっちなんですけど、これちょっと東海道線の裏紙使って書いてるんですけど、なんかめちゃくちゃ若干色あせたね、束みたいなのが出てきたんですよ。こんなってたのが。じゃあこれ使いましょうかね。まあ俺競馬場行くたびにマークシートとか余分にいつでも買えるようにポッケに入れっぱなしで家帰ってきちゃうんで、家の中にマークシート多分いろいろあるんですよね、俺。そうなると一応これはいるやつだから、ちょっと取っ。で、これも一応、あ、これはもういらないやつだから、ね。で、一応ここからですね。で、一応、京成の3050型。これが、今年1本か2本か、もうリニューアル塗装に変えられてるんで、オレンジ色に。で、一応、京成の3050型発売されたのが2011年1月ってことで、8年も前なんですよ。で、しかもこいつ4、5年ぐらい前かな。まだ俺がバイトしてる頃なんで、今から多分3、4年ぐらい前だと、だいたい8両で1万5000円ぐらいしかしなかったんですよ。
ただ今めちゃくちゃプレ値がついて2万5千円ぐらいするはずなんで、もうちょっと安いかな。あの、ホビーショップ、ホビーランドポチだと昔は8ルで1万5千ぐらいしかなかったんですけど、今ね、だいたい3050型、あの3050型だったらだいたい2、3万超えるんですよね。まあ2万5千円からで3万か。ちょっとヤフオクで今調べましょうかね。形勢で3050。そうですね。即決で大体2万3000、2万6000ですね。で、落札相場で見ると、ああ、まあ、落札相場で見ると大体2万円ぐらいしかしないんだ。ああ、じゃあ、あ、でもヤフオクでも大体2万、まあ2万円ぐらいか。ヤフオクで2万ってなるとだいぶ高いっすね。そうなるとポチだともうちょっとすんのかな。Nゲージ中古。形勢だったらすぐ出てくる。お、出てきた。ただ3050型の在庫はなさそうっすね。そうっすね。3050は在庫今ポチの楽天ないっすね。新形勢だったら出てきた。うん、ないっすね。昔の製品番号6470だったら出てきたんですけど、あのトップナンバーの発売されたやつなら。こっちはねえか。一応製品番号は6000の。6474か。6474。ここか。もうちょい、あ、ここか。あ、もうちょい、こっちだ。一応ここですね、6474。京成の3000型、これ一応俺持ってるんですけど、これが発売さんがトップナンバーなんですよ。これが発売されたのが2013年2月、その前に3000型の6両セットが2010年か。で、その時一緒に新形成が出て、2010年の8月、北総の7500が、新形成と一緒に出たんだ。で、北総の3500と、一時車と形成の3500が一緒に出たって感じか。で、一応つい最近千葉ニュータン鉄道なりが、リニューアルと。そう考えると千葉ニュータン鉄道とか製品番号違うからな。一応待って、俺が持ってる千葉ニュータンって製品番号何番だっけ。千葉ニュータン、千葉ニュータン。あった。千葉ニュータン鉄道の製品番号が7331になってるの。ちょっと見てみるか。あ、ここか。あ、新形成がこっちに全部来たのか。つまり、つい最近リニューアルだったら、8両セットの千葉ニュータウンと6両セットの継続付き。で、新形成鉄リニューアルとか全部こっちに来ちゃったんだ。あ、じゃあ今出るとしたらこっちだね。一応製品番号を打つと、A の7335。3050型の新塗装と。で、A の7336、3050型の旧塗装と。まあ多分そろそろ3050型もね、リニューアルされてもいいと思うんですけどね、改良品みたいな感じで。どうなんですかね、一応決断はありますんでね。まあ一応ここ3年間ぐらいで発売された、京成3000型の、まあ、型枠シリーズがオールこっちに来てますんで。そうですね、おそらくそう考えると、まあ出るとしたらこっちの決断の方が残すかね。多分。まあちょっと 100% って自信もない、そもそも出るかどうかも定かじゃないんで申し訳ないですけど。まあでも出るとしたら多分こっちの方が濃厚かな。っていう、あくまでも、競馬好きの感っていう感じですかね。まあ一応、形勢、まあマイクレースに関してはこれぐらいですかね。まあ一応もう経験も全部出たし、まあ形勢の3050ぐらいがね、そろそろリニューアルされていいかなって気がするんですけど、あとなんかあるかな、マイクレース。多分ない。多分っていうぐらいないですかね。そうだな、なんかあるかな。あるかな。そうですね。今現在、京急、都営、京成、北総、まあ、あと新京成か。新京成に千葉ニュータウン、芝山。まあれ、俺、京成の3500って芝山鉄道から出てたっけ？確か買った気がするんだけどな。あ、京成の3500の芝山出てますね。製品番号6044で。じゃあ出ねえか。じゃあ多分ないっすね。まあ、マイクレースに関しては一応、まあ、こんなもんすかね。浅草線に、北総に、103系に、で、あと市営地下鉄に、京王って感じか。まあ、でも結構、京成の3050に関しては、マイクレースからレギュラー差が高いと思いますね。
もうずっとし、あの、3050型が出てないっていうのも合わせて。出なく逆に気になるって感じですかね、個人的には。まあ、そんな感じかね。で、最後、グリーマックスですね。で、最後、グリーマックスに関しては、京急の、あの、京急のマーク付きと、東京の1500。で、これは出てますね。で、西武6050も製品が決まってます。で、京王の9300マイクロですから。で、USJ 東急、こんな感じですね。まあ、そう考えてみると、まあ、西武の、グリーマックス、そうですね。まずポスターちょっとあらかた出してみるか。グリーマックスの難点って、なんかホームページはね、ポスターをクリックすると固まりやすいですよね。俺のタブレットってスマホが。多分綺麗に作動するかどうかちょっとわかんないと思うんですけど。ちょっと発売予定品で出してみた方が早いな。発売予定品で。こんな感じでクリックするとすぐ固まっちゃうんで。こんな感じで。生産予定評価。一応今現在グリー、なんだこれ。あ、あれか、103系のラッピング電車か。今現在グリーンマックスは抱えてるのでいくと、近鉄が繰り上げか。で、一応阪急も繰り上げ。で、この辺が阪神か。出荷時期調整中と。で、名鉄と西武か。で、京王の井の頭線がもろもろで、東武の5万円また。そうですね。小田急の8000か。そうですね。そんなにねえな。そうっすね。なんかグリーンマックスこれと言ってねえな。あ、グリーンマックスも、あ、そうか、阪急はもう5月以降出てたの、そういや。そうっすね。一応西武の6000系も予約したし。なんもないっすね。なんもないっすねってのが一番失礼なんですけど、本当に。申し訳ないことに。そうっすね。グリーンマックスはこれ現状維持っすかね。どうしようかな。ちなみにグリーンマックスってあのどの製品が発売されたかって調べると、あの加藤とかと違ってまともに出てこないんですよ。一応この発売中心製品とかってあるんですけど、こういう感じ新しいやつだけは。ただこれもそんなに出すと一番下が出て2年ぐらいで終わっちゃうんで。まあ2年ぐらいで終わるんだったらいいですけど、その前のやつ出てこないんですよね。それがちょっと難点なんですけど。まあカタログもね、一応、ちょっと待って。これ発売予定か。カタログもあるっちゃあるんですけど、これ知ってる方いると思うんですけど、全然更新されてないんですよ。例えばこれであの東急って出すと、製品番号がもろ4桁時代なんですよ。こんな感じで。結局、このカタログもね、ほぼほぼ、使われてないんですよね。で、京急にしろ、何にしろ。こんな感じで。そう考えると、ちょっとグリーンマックスだけは製品化が調べにくいんで、難点なんだよな。まあ、でもそんな感じかな、一応。まあちょっと本当にグリーンマックスに関しては東も西の施設も両方の横なんですよね。まあどちらかというとグリーンマックスは西の方の施設が強いのかな。まあ阪神だったら京阪だったり名鉄だったりと。まあ名鉄に関してはマイクロレースが多分ほぼほぼ出してないんでね。逆に南海となるとギリギリ軍配はどっちなんだろうな。南海はどっちだろう。あんまりわかんないんで申し訳ないですね。そうっすね。ああ、グリーンマックスにこの希望あった。そうですね。これしかないですね、グリーンマックスには。で、グリーンマックスに関しては、製品番号が、空いてる順にどんどん使っちゃうってやつなんですよ。例えばでいくと、ちょっと出してもらえないかな。発売予定表出したらわかるんですけど。グリーンマックスって、こういう風に欠番っていうのがね、全くないんですよ。こういう感じで。まあちょっとはあるかもしれないですけど、意外とないんですよね、個人的には。あんまりわかんないですけど。まあ空いてるところはあるんですけど、基本的には似たような製品どころがなんかくっついちゃうんですよね。ちょっと申し訳ないですけど。これもいまいちわかんないですけど。この辺だろうな、例えで言ったら。この辺は全部再生産が入ってきちゃってるんで、ちょっとわかりづらいんですけど。そうですね。
この辺がそうですかね、例えば。これ一応西武の6000系のアルミ車なんですけど、一応これ製品番号3900で900じゃんですけど、その続きにも小田急がポンポンって入っちゃってるんで、結構この点がちょっとグリーンマックスの難点なんですよね。で、そっから906900なんで、JR90 の、なんか、電池の電車だっけ、わかんないけど、それも来ちゃってますんで、グリーンマックスに関してはね、いまいち製品番号追いにくいんですよね。申し訳ないことに。そうっすね。ちょっと俺も分かってねえな。ちなみに311、312、確か上にあったな。なかったっけ？あ、違えか。あれ、どれだっけ？なんか俺も分かってねえ、完全に。やべえ。まあ、すいませんなことがない。本当に俺もグリーンマックスに関しては全くないですよ。あと908、909。一応908、909が、確か上の方どっかあったんだよな。あ、ねえか。あ、これか。これ、JR 九州のやつが、まさかの、これ、こんな感じなんですよ。近鉄なんで、俺もちょっとグリーンマックスに関してだけ本当に製品化番号がモロ中のモロに未定なんで申し訳ないですけど、まあちなみに俺がもし希望するとしたら、まあカープ電車ですかね。一応サンフレッチェ広島のサッカーの方出ましたんで、まあ個人的には俺カープレッチェだったら欲しいかなって気がするんですよね。まあ俺基本的に別に広島、まあ、カープファンってわけじゃないですよ。ただ個人的に野球中継とサッカー中継どっち見るかって言われたら俺野球中継見たい派なんですよ。なんかあんまりこういうこと言ったらサッカーファンだから申し訳ないですけど、なんかサッカーって分かれてないですよね。もう俺がどちらかというとサッカーと野球どっちが好きかって言ったら、俺どちらかというと野球の方が好きなんで。まあ昔から結構PSP の頃からか。PSP の頃からサッカーのゲームっていうよりか、俺パープルとかばっかり野球のゲームだったんですよ。ウィニングイレブンとかってあんまり俺やった記憶ない。やった記憶はあるかもしれないけど、そんなにあんまりコンツリーでやってた記憶ないんですよ。パープルばっかだからんで。そういう意味で言ったらやっぱりね、俺野球の方が好きなんですよね。どちらかというと。そういう意味でカープレッシャーが欲しいかな、個人的には、グリーンマックスには。あと個人的にグリーンマックスに希望するとしたら、これ多分あんまり売れ行き的には微妙だと思うんですけど、何年か前か忘れたんですけど、阪急がねリラックマとコラボしたんですよ。いつか忘れたんですけど、そして2015年にコラボしましたね。だからその時ね、神戸線、宝塚線とどっかの路線で1本ずつかなんかラッピングした結果、そのヘッドマークがね黄色と水色となんかだったんですよ。俺もちょっと覚えてないの申し訳ないですけど、いつだっけな、本当に俺も覚えてないんでごめんなさい状態なんですけど。あ、ありましたね。1006番の編成が、ピンク色のヘッドマークと。これが桜の阪急電車。で、黄色がこれか。あ、黄緑があった。黄緑がなんかあったり、いろいろありますね。ちょっと俺も、いつコラボしてるとかっていうの全くもって知らないんで申し訳ないんですけど。いつコラボしてんのこれ。2016年にもやってたんですね、第3弾が。初めて知った。一番最初にやったのがこれいつだ、阪急電車リラックマ号の運行。阪急未来線、なんだこれ。そうですね、阪神1000系、1300系で神戸、宝塚、京都線。それぞれにラッピング電車が1本ずつか。で、2016年もやったり、もろもろか。今ちょっと分かってねえんだよな。ごめんなさいな、ほんと。ちなみに、今年もやってんの？もしかして。今年は分かんねえのか。なんか、マグネットかなんかは発売されてみたいですね。なんか、俺もちょっと分かんない。もしかして。まあ、個人的に阪急のラッピング電車、まあ、一線系列なんで、ちょうどグリーンマックスから阪急の一線出てます。一番下の方、行き過ぎた。あ、これ違う。生産予定表、あれ？これ出荷予定表じゃん。あれ？あれ？あ、いいのか。あ、これ発売出荷したやつまで全部出てるんだ。一応これですね。一線系の宝塚線と、あともう一個。あれ、どこだっけ？多分、戻ってアクセスした方が絶対早い気がしてきたな。あ、これですね。一線新潟の神戸線と。だこの辺使えばおそらくリラックまでそうなんですけど、ちょっと値段が高そう。そうですね。ノーマルの阪急で定価が36,800円なんで、そう考えると京急ってあれいくらしたっけ？
京急の製品番号できたっけ。京急のリラックマが50602から4。50602から4。もうちょいこの下か。もうちょい下だな。50602から4。この辺だな、大体。50407。あ、これだ。去年の8月、6月、7月、8月で出たのか、多分全部。そうっすね。あ、これ違う、これセーブか。確かね、1ヶ月に1本ずつって感じで出たっていうのは俺も記憶あるんですけど、それ以外の記憶が全くぷっつりって感じなんですね。さっきの8月が一番最初かな。8、9、10出たんだよ。確かに製品番号通りには出なかったっていう記憶もあるんですよ。一応これどうですね。黄色い鳥が8月。で、9月が ?9 月ねえな。めんどくせえや。京急リラックマで検索わけじゃん。あった !10 月に1本ありますね。ガオガオが。あ、変なの。そうです。大体1ヶ月に1本ずつ出た記憶があったんですけど、まあいいや。とりあえずリラックもとりあえず1本どこだっけ。あ、これですね。だいたいこれが8両で3万4000円だったんで、まあだいたいそれぐらいにはなりそうっすかね。そうっすね。おそらくそれぐらいにはいきそうっすね。まあ下手すらリラックマの半径だから4万ぐらいするのかね、定価で。まああんまり高くなければ半径のリラックマは、まあそれこそ1ヶ月に3本全部なんて鉛筆落ちた。出られたらきついっすけど。まあ1ヶ月に1本ずつぐらいだったら正直欲しいかなっていう気もしますね。まあ俺チョコレート電車の昔の阪急って好きだったんで。まあ昔から阪急頃チョコレート電車に好きなんですけど。阪急はね、なんかガキの頃の、あのビデオの映像とか見てると好きなんで。阪急のリラックマが出たらちょっと欲しいかなって気がしますね。まああとは現状維持っすけど、あれっすかね。201系の USJ か。ただ USJ とかな、番犬系ってどうなんかね。まあ、リラックマとかの産業系は出てるんですけど。うん、そうっすね。ちょっと USJ となるとやっぱりいろいろきついんですかね。そう考えたら、東急も確か随分昔ディズニーかなんかとコラボしてたんだよな。違ったっけな。なんか、田園都市線の方で一回だけなんかね、ディズニーだかなんかのキャラクター見たことあるんですよ。ディズニーだとかサンリオだとか忘れたんですけど、それすっげえラッピングであったんですよ。あの、中間の、あの、なんていうの、その車両の真ん中の大窓のところが、なんかラッピングされてて、なんかそんな感じがしたんだよ。俺も覚えてないですけども。それぐらいか。あとはなんかあるかな。まあ多分、これは多分、製品化すら絶対されない自信があるんだけど。まあこれに関してはね、完全に俺のたわごとって思ってもらったらありがたいんですけど、あの、201系の大阪環状線で、ずいぶん前にね、面白いラッピング電車があったんですよ。本当に面白いんですけど、あの、それね、山手線でもあのラッピングされてたんですよ。そのラッピング電車が何かっていうと、あの、ピックルスっていう、あの、キムチのメーカーなんですよ。あれ、ピックルスだっけ？あれ、違ったっけ？あ、ありましたね。ピックルス、ご飯が進むキムチ。大阪環状線でラッピングされてましたね、やっぱり。これがね、山手線でも1回か2回ぐらいか合わせた時ラッピングされてて、2014年か。ご飯が進むキムチの宣伝。ちなみに山手線でも6月16日から7月13日ぐらいで走ってたんだ。まあさすがに大阪環状線でピックルスのラッピング電車が出たとしても、まず売れねえと思うな。まあ個人的にピックルスのラッピング電車俺好きってだけなんで、まあ山手線のでも出ても多分売れないと思うんで何とも言えないんですけど。2014年だから5年も前か。絶対出ねえな。まあ、あくまでも個人的にピックルスってことを置いときましょうかね。まあ、ただ俺としては USJ は出てほしいかな。やっぱりスヌーピーとかの、あの、ラッピング電車俺好きなんで。これぐらいかな。でも、番犬ぐらいだろうな。そうですね。あとは多分そんなにないっすね。まあ、結構本当に1時間半ぐらいも喋ったら疲れちゃった。今10時半か。あ、広尾始まるからテレビ見よう。まあ、とりあえずそんな感じですかね。まあ、これあくまでもね、俺の独断と偏見で、あの、作りましたんで、まあ、すっげえ尺も長くなったし、ぐだぐだにもなったし。まあ一応概要欄の方には、なんだっけ、共通で、
あの前の動画途中でブチって切れちゃいましたんで、一応前の動画も後ろの方も共通で、概要欄の方には、俺が欲しい、下半期一覧っていう感じでね、バーっていう風には出しておきますんで、まあ、後半別に見なくてもいいし、逆に後半見た方はね、くだらない前半動画も、見る必要はないんでね。まあ、一応そういう感じでね、ご了承ください。というわけで、ちょっと長く喋りましたんで、書類の方まとめてね、概要欄の方記載しますんで、お待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。